アルガードのところに一緒に回そうと思ったんじゃないの、初めは。何回も言ってる通り、おとりだよ。おとりで、おとりやるつもり、回せばラッキー。で、もう一人のセーブルに回してもらうっていう感じだったんだけど、二人で回せるんで、あ、これいけんじゃねえと思って回したって感じ。狙われたら終わりました。You summoned me. なんだよこれよ、なんでわかんだよ。なんでわかんだよこいつは。おかしいだろ、人でも使ってんのかよ。
おいやー、まあ、コントロールないってマジでダメだろ。このパーティーダメに決まってんだろ。もう今日ダメよ、野良がダメよ、ほんと。ほんと。You opened it. 野良がダメよ。野良がダメよ。頑張っても頑張っても。はい、行けない。もう余計なことやるやついるしよ、なんで俺が動いてんのにおめえがやってんだよってこっちから言われたよ。いやーもう信じらんねえだろこういうやつよ。こんな下手なプレイヤーいんの、発電機回さないの、余計なことやんの、それでこうチーム状況悪化してる。知らんないだろ、ジルが発電機回してると思ってプレイしたらこんなことされんの。ほんと使えないやつってもうこんなプレイしかしねえの、発電機回んねえの。俺が時間捻出してんだろスーパープレイで、誰が見たってよ、使えねえやつがいんだから。箱を発電機おめえが回すかと思ったらメグンの子に来てるや、来てんの。もうゲームに成り立たないからもう終わりだから、もうそしてここのプレイあったら無理無理、このやつ、このやつとゲームしたらもうゲーム崩壊だから無理。あ、やんないよもう。こんなプレイされてんねん、もう俺はやる気ねえから。もう俺のならのゲームはやりたくないから、こういうのやんない。それさ、俺がさ、箱取りに行ったってわかるじゃん。よほどおかしくねえか、おかしくない限り、普通の一定レベルの人は。でお前はなんで発電機回さないでメグんとこ行ってんだって話なんだよ。その瞬間もうゲーム的にもう無理じゃん。だって無理。もう。わかんないんだもん、こっちから引き出せりゃよ。あ、マジでわかんないんだもん。こっちから言わせれば、意味がわかんない。俺から言わせると本当意味わかんないよ。何してんのって話だよ、こっちから言われて。みんな見て思うでしょ？俺も思うの。恐ろしいの。発電機回さなきゃいけなくて、手が空いてねえのに、箱も取りに行ってくれない奴がいるから、箱を取りに行ってんの、俺は。そうしたら、こんなプレイさせる奴いる。
ーヒーロージャンダースパラスーパースーパースタウジルのプレイが最低。一緒で頑張ってたハディカールどこ行くの？頑張ってチェイスしたメングはどこ行くの？君のプレイで。君のプレイで発電機回せない、回さないサポリーして、意味のない行動をとって破滅へ近づけた。誰がこんなジルに惚れるんだよ。ちゃんとやってくれよ。ナンバーワンプレイヤーが尻拭いするのが毎回毎回よ。ナンバーワンプレイヤーになってみろ。行ってみろ。女性が惚れるプレイヤーとか、女神が惚れるプレイヤーで行ってみろ。恥ずかしげもなく言い続けるよ、俺は。これからも。うん。だって結果出し続けるから、俺は。女神が惚れるプレイヤー。ジルが惚れるプレイヤーは俺だ。自分のプレイ見直せ。勝てる奴が、女性に惚れられる。かっこいいと思われる。これが俺。これがヒロじゃん。